シンガポールでは旅行気分が味わえるツアーが大人気です。飛行機といっても天使した機内で食事が提供される商品ですが、販売開始30分で予約が埋まりました。またどこへも行かない人たちと巡った船の周遊と申し込みが殺到しています。シンガポール航空が運営する超大型機の機内でランチが体験できるコースは完売ということです。2日間旅館機2機を使用して実施され、食事は客のアテンダントが届けます。いつとも座席数はおよそ470ですが、新型コロナウイルス対策で半数のみ使用します。また香港のクルーズ船の運航会社が実施する200ドルのどこへも行かないクルーズは、これまで6000人以上の予約が入っており、第1便は来月6日に出航します。定員は通常の半分の1700人で、予約はほぼ埋まったということです。第2便はその1週間後ですが、すでに完売ということです。また、アメリカの船会社による3